ちでは何と言っても体は正直なのよ。国語だよ。りょうたくんだっけ？席譲ってくれたんだ。親切だよね。で、その定食の味はどうよ。そりゃあよかった。ここの日替わり定食、時たま恐ろしく外れの日があるからよ。本当？嘘じゃねえって。外れの味ときたら。ここ空いてるよ。ありがとう早坂君。それじゃいただきます。園長先生も学食で食べるんですね。外で食べるより安いからね。それよりほしみさん、先生なんて他人行儀な呼び方は厳禁よ。え？東雲くん大正解。以後そう呼んでね。了解りっちゃん、これでいいのかな。はい、よくできました。全く年甲斐もなく。
何かあったの？篠宮君、待ちたまえ。話し合おうじゃないか。はいはい、そこまでそこまで。詳しいことは後で話してあげるからね。気になる。別に大した話じゃないっす。いや、ほんと。そうそう。ほら、東雲くんもニヤニヤしないの。私も知りたい。それくらいは仕方ないか。でもそれ以上広めんなよ。こんにちは。いつもながら屋上で一人飯か。うん、騒がしくなくていいよ。この寒いのによくやるよ。甘えましょう。そういえば、あんた今日はちゃんと学校にたどり着けたんだね。よかったよかった。え、どういうことどういうこと？ってほどのことはしてないけどね。あはー、それでなんかしたしそうだったわけね。それはそれとしてありがとうね、キノさん。 K でいいってば。Kがいなかったら今日の朝あたしたち学校に来れなかったかも。昨日の東雲の迷いっぷりを考えるとそうかも。転校初日から遅刻じゃ目も当てられないものね。もっとも遅刻なんかよりどすげえことをやってくれたわけだけどな、こいつらは。
わかった。はいよ。はいはい。次の授業に遅れないようにね。あれ珍しい、先客がいるよ。なんであんたが屋上にいんの？寒いのに。別に、ただなんとなく。ぼーっと空とか街並みとかを眺めるのが好きなの。そうでもないよ。ほら、昼休みは誰かさんが誘ってくれたおかげで来れなかったから。まあいいけどね。とにかく僕は時間ギリギリまでここで静かに過ごしたいわけだよ。あのね、一人にしてくれって言ってんの。鈍いやつ。まあいいや、手出しなよ。これあげるから、おとなしく教室に帰るんだよ。そう。気にしない気にしない、軽いお礼だよ。物理、りっちゃんの授業だよ。新入りに言われるまでもないよ。じゃあね。
それじゃ今日はここまで。ちゃんと復習しておくんだぞ。起立。礼。お疲れ。どうよ、転校初日の感想は。そりゃ何より、おしみはどうすか。授業は分かりやすいことで有名だからな。の人ではちょっと多すぎかな。1人より2人、3人より2人っきりが素敵だと思うの。だそうだ、ともき。さ、買い物買い物、商店街へレッツゴー。はいよ。そんじゃ、また明日。ちゃんと二人で一緒に持ちたいの。だから
どうしたの？キョロキョロして。気のせいじゃないかな。それよりいいでしょ？でしょ